停電発生時、日産リーフがあればリーフに搭載されている大容量蓄電池から2つの方法で電気を取り出すことが可能。その電力は多くの電化製品に使用できるため、あらゆる方法で被災者の支援ができます。例えば扇風機は517時間、電気ストーブなら62時間連続して使用でき、停電時の暑さや寒さの対策ができます。さらに調理器具も使うことができ、温かい食べ物や赤ちゃんのミルクも提供可能。スマホも大量に充電できるため、安否確認や情報取得に役立ちます。そして何よりも、暗闇に明るい光を照らせることが大きな安心感をもたらします。もちろん電気自動車は排出ガスが全く出ないため、避難所の中に入れて電力供給することができます。伊勢市では平成30年の台風が接近した際、大規模な停電が発生し、市民の皆さんは不安な夜を過ごしました。電力確保のための取り組みの一つとして、避難所へのリーフトゥーホームの整備、また災害時、地元企業に電気自動車を派遣していただく災害連携協定の締結を行うことといたしました。電気自動車を活用した電力の確保により、災害時の市民の皆さんの不安を少しでも軽減できるよう、避難所の環境改善や様々な被災者に対するサポートを進めることができると考えています。日産自動車では、増大する災害リスクなどの地域課題を電気自動車の普及によって解決に導く日本電動化アクションブルースイッチを推進。動く蓄電池である電気自動車が地域社会に一台でも多く普及していくことで、地域社会の防災インフラを根本から改善したいと考えています。電気自動車の普及を通じて地域課題の解決に取り組む。日産自動車はゼロエミッション社会実現に向けて、電気自動車の普及を通じた社会変革に積極的に取り組み、災害に強い街づくりに貢献していきます。日本電動化アクションブルースイッチ。